宋が竹は、富山県魚津市と黒部市にまたがる、標高1855メートルの山、日田山脈立山連峰の北端にある。二級水系片海川の支流である伏せ川の源流である。春から初夏の雪どけどきに、巨無像や馬などの雪絵が現れることから、相が竹、ふっつが竹などの別称があった。県東部の魚津市と旧黒部市からは、 東の方向に、ケカチ散々と並ぶ層が竹の巨大な産業を望む、ことになる。かつてこの地域の住民は、この山に安置されたフッツを拝み、また、雪絵を目安に田植えなどの農作業の時期を決めていた。中部山岳国立公園は、縦山連峰では、隣の駒ヶ竹までで終わる。しかしながら、僧が竹には、日本海からの季節風の風潮地帯があり、 そこに見られる植物は特徴的な雪椿をはじめ貴重なものが多く保護すべきであるとし、県立自然公園に指定しようという動きがあった。2011年9月8日、層が竹一帯が新設された層が竹県立自然公園に指定された。場所別で植生を見ると山の大半は日本海側からの大雪に覆われるが、 この雪はむしろ保温や風への保護をすることから雪に適応した千島笹や雪椿に代表される様々な植物が見られ、また冷涼な気候を好むブナや落葉低木の森が広がっており、紅葉がとても美しい。一方で前層が竹と層が竹の間にある仏が平らは1メートルを超すような植物がほとんどなく草原が広がっている。ふつが平には、 キャラボク群衆のほか、日光キスゲ、下付草、高根原などのお花畑が見られる。この植生は、片海側から来る強い季節風に雪が吹き飛ばされた、結果、積雪による植物体の保護が受けられなくなり、標高の割に珍しい草原を形成したものと考えられる。尾根裏側の風下になる部分には、遅くまで雪が残る雪田が見られる。雪田後は、 雪解けの後に草原を形成する。植物は、白山大箱や津賀桜、またこの地域で珍しいものとして、白山小桜が見られる、この山は、魚津市小川寺、小川山仙光寺の奥の院である。片海川沿いに別股からの登山道と伏せ川沿いに、福平からの登山道は、本来層が竹山町に、信仰のために搭配するためのものであった。伝説によれば、 京殿の漁師の網により、千樹観音菩薩と大糸組王王の像が引き上げられ、千光寺に収められたという。かつて千樹観音は観音平に置かれ、大糸組王は千光寺の奥の院である僧が竹に安置されていて、冬は9月から3月まで観音平の仮殿に遷座されていた。3月に僧が竹に運ばれて安置される時と9月に山から下ろされる時の2回、 仏様の送り迎えの盛大な祭りが行われた。小川寺では、名残の秋祭りが今も行われる。平成2年から、心連邦と僧が竹保障会によって、大徳明王像が僧が竹仏平に安置されて、法要が行われるようになり、僧が竹本流公ーさん解放要として復活した。ただし、僧が竹に安置されるのはこの日だけである。 小川寺の秋祭りで回れる、獅子舞は、新川地方の獅子舞の源流であり、林はいくつかの祭りでは獅子舞なしでも演奏される。また、天狗踊りの手振りは、日本最古とも言われる形が残るとされる。雪絵の初めが見られる、ゴールデンウィークの層が、竹雪絵時。虚無像を、大乳道と見る地域もある6月中樹以後に見られる、雪絵の最終形態虚無像、馬。 鶏が見える雪絵は、雪解けから初夏まで様々に変化。変形しながら、残雪と地肌の両方に、たくさんの絵が現れる。変形して、名前が変わる雪絵は、全国的にも珍しい。また、黒部と魚津など、別の地域から見た場合は別の名称で呼ばれることがある。雪解けが進むにつれ、そう、馬、うさぎ、巨無像、大乳道、猫、蝶が、変化。 変形しながら現れる。右の解説図は5月中旬頃の中期のものである。人々は種まき時を知ったり、水田の水管理の目安などにした。これに関しては、長井正隆の研究に詳しい。6月中旬には、最終形態が山肌に出現し、尺八を吹く、巨無像、大きな、馬、鳥などを見ることができる。黒節無形文化財及び、 魚津市無形文化財である伏せ谷伏の一節に、いつか春風座とより吹けば、山の虚無像が腰上げるとあり、雪へと農業の結びつきを表している。大原台と片海川上流別また谷の間を、エボシ山や層が竹の山腹に、東高線をなぞるように作られている層が竹林道がある。山腹に作られた部分は、落石が多く崖崩れなどで通年で通行止めである、ため、 だんだんと緑が復活してきている。そうが竹と次の山々は、縦山連峰焼け勝ち散々とやや離れていて、一つのグループに見える。ありがとうございます。